いね、良くなったね。から前に振るんだよ、軽めに。オッケー、チピン。なんか球が1個あるな、無駄に。本当だ。オッケー、大丈夫。オッケー、まあ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 、左は広いと思ったんで。そうだね。全然怖がらない。あれは全然オッケー。いいミスだよ。オッケー。体重って後ろでしたっけ？うん、土踏まず。オッケー。ちょっとダフっちゃったけど、オッケーオッケー、うん、ナイスショー。いいんじゃない？うん。うん、ナイスショー。いいじゃん。あ、いいね。オッケーオッケー。芝多め。100。ピッチングでクォーターぐらいかな。うん。まあ飛んじゃったらしょうがないとしよう。しょうがないとします。うん。爪先下がりだね。はい、腰を落とします。そうだね。はい。左まっすぐ飛んでます。オーラナイスピック。おお、ナイス。おお。あんなに当たるとでかいな。そうですね。あ、でもいいんじゃない？うん。いいナイス当たりだよ。よかった。よかった。はい、グリーンさんはピッチングで行くそうです。どこにキャッチさせますか？カラーですね。カラー手前。はい。そう、鋭角にね。うまい。止まっちゃった。ナイス。まあ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 。まあまあまあ、でもいいんじゃない？いい感じ。あれ入るでしょ。そうですよ。全然言っちゃダメだ。言っちゃダメだ、ワードだね、今のはね。はい、あのグリーンには簡単とか、あのいけるとか、あのそういう言葉を禁止しています、今。はい、はい、調子づくで、まあ、頑張ります。はい、そうですね、はい、いいです。って思ってすごいここで緩むの、ダウンスイングの時に。でインパクトがちょっと緩くなっちゃうの。それは絶対ダメ、やっちゃダメなんで、あのでっかかったらやめるか、その時に。それかもうそのままパンって打っちゃう、うん、した方が、まあ、まだマシかなっていう。あのまだそのユーティリティだからいいんだけど、それをパターとかウェッジでやっちゃうととんでもないことになっちゃうから、もうすぐそこみたいな。いいね。おお、そこで？やばい。やばいね。ちょっと低めでやばい。これはこっち。そうだね。今のはね、強かったから曲がんなかったんだね。オッケー、ナイス。ナイス。いいね。振り幅じゃなくてね、リズムが悪かったの。あの 2回目のパターの時、あ、2回目だっけ、うん、2回目、2回目のパターの時っていうのは早かったのよ、振りが 1,2 って。なんでビューンって言っちゃっただけなんで、その振りリズムを一定にしましょうねって言ってたじゃん、練習中で 1,2 っていう風にリズムを全部一定にねってグリーンにも言ったけど、なんでしっかり、あのそれを早くなっちゃうとビューンって言っちゃうし、遅くなりすぎちゃうとトロトロトロしかいかないし、そこをちょっとしっかり一定に全部やっていきましょう。ボギーを。え、じゃあ何？パパボギー。パパボギーワンオーバー？まあ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 、悪くないじゃん。はい、お疲れ様でした。ごめんなさい。愛されてるから。疲れました。
喋れないな。何喋ればいいの。今日は終わりました。どういう意味。なんか絶望的。なんか人生終わりの日みたいなの言ってくんね。どうしよう、頑張ったら関西弁になっちゃいそう。いいよいいよいいよ。MC とかできへんタイプやのに、どうすればいいか分からない。どうしよう、喋れよ。今日ホワイトがすごいキャラを出してきて、俺はすごい嬉しいんですよ。私も嬉しかった。もう本当に嬉しかった。こんなに喋ったホワイトを見たのは初めてな気がするよね。ちょっとテンション上がっちゃったのかな、酒飲んでんのかなって思って。いや、そうなんですよね。飲んでないんだけど、多分飲んだ方がいいんですよ。だからレッドもブルーもイエローも飲まない。だから レンジャーで行った時は飲まない。そうなんだ。あ、運転できないからですか。でもそういうのもあるけど、誰かしら飲めないしね。で、どこに向かうんだろうな。向かんない。もっとそれだったよね。なんか喋ってそう思う。なんか課題とかあります？課題は肘。あ、はい。肘と、あとは膝伸ばして。あ、了解です。もう絶対それ。だけど今日やっぱりそのライが悪いところでの膝伸ばしは結構いい感じになってた気がするんですよね。そう、安定するわけよ。うん、だからダフり、まあダフってのはまああるけど、まあ普段自分でやってるよりかは、まあちゃんと当たってた気がする。じゃあ今日、反省っていうか、はい、まあ今日勉強になったこと一つ私に教えてください。もう何回も言ってるんですけど、うん、やっぱこその何前か前傾、うん、姿勢、前傾を保つ、はい、はい、それがもう一番。あと、あの3個に分けた、今日、うん、振り幅ね、これもすごく良かった。いいね。じゃあその今度プライベートで練習場に行くときに、あのいろんなクラブを打ってください。あのあんまり私9番屋以外は打たせてないけど、まあ、9番なり7番屋なりを打ってみてください。でウッドは打たなくてもいいから、ウッドは別に後でも打てるから、まあ、基本的には、ドライバーユーティリティ、あの97と、あとはアプローチですねをちょっととりあえずやってみて、であのアプローチショット、ハーフショット、フルショットでどんなぐらい飛ぶのかなとか、そのクラブでどんなぐらい飛ぶのかなっていうのを、あの把握すること。全部のクラブで、全部のクラブで、はい、っていうのを分かるぐらいまでやるっていうのが課題ですね。あとは1回の練習に200球は絶対に打ってください。はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。グリーンさん、俺も、ありまいな。いやー、今日勉強になったことですか、うん、もうあれですよ、僕は一つしかないですよ。一つしかない、たくさんある中で、うん、自分の中でうわっと思ったのはバンカーですよ。そうだね、うん、これ実は動画撮れてないんですよね。撮れてない。動画終わった後に2球打ったんですけど、もうすごかったあれ。あれがあの感覚でバンカー出せれば本当に、俺バンカーが苦手でバンカーを避けるゴルフしかしないんで今。そうだよね、うん、それかバンカーが極端に少ないゴルフ場。うん、ちょっとこれ市原はさ、市原コースだっけ？はい。まあ、もう本当にさ、あの右上のさ、ここら辺にさあるさ、なんかあのコースレイアウト見てさ、私も吹いたもん。バンカー1個しかないの。1個とかないとか。だから俺多分市原バンカー1回もないんじゃないかな。ないと思う。入れてないですよ。うん、入れてない。それがスコアに繋がってるんですよ。なるほど。けど。それじゃちょっとゴルフとしても何なんだろうなみたいな感じになっちゃうから、バンカーはやりたいなと思ってたけど、やっぱこういう機会があってよかったんですよ。で、なんか自分の自信にもつながった。あ、出るなこれっていう、うん、なんか今まで開いてとかやるとダメだったんですよね。本当にトップするし、なんか先ちょい歯に当たったりとかするし、うどうしていいか分かんなくて、で浮いてふわって言ってバンカー内に落ちるし、うん、すごいみたいな。そういう時ってさ、開いて開いちゃうんだよね。開いて開いちゃうね。そう、開くじゃん、そもそも。で、それをまた開きながら打っちゃうみたいな。あ、なるほど。だからペチョみたいな。いや、だから今は普通の構え方で打ってよかったから、まあ一応それでいこうかなと思います。全然いいと思う。高さ出ないですよね、あれね。出せます？ね、厳しい。厳しいですよね。から、あのやるとしたら15度とか、ちょっと。ああ、なるほど。ちょっと開いて、気持ちね。普通にやる。普通に振る。あ、なるほど。俺も出るってことが分かったんで、ちょっと勉強しなくて。Thank you.
じゃあまだまだ皆さんで頑張るので頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。この動画がちょっとでも面白かったらチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。お願いします。じゃあねー。